いらっしゃい。今からシンガーソングライターの種浦正雄が世界の名曲イエナの関西弁カバー花月を歌うところよ。ちょっと聞いていってよ。前説でも笑いとっていたの上を踏んで、なんだかとやりにくいわ。ちゅてなそれ大御所でもな、やがたとかいう噂もあるらしい。ダウンタウンみたいにあがんでそんなこと言うやつめちゃいっぱいおるぞ。そうテレビ出て人気もんってどんないどんない、一発当てて楽に一生遊んで暮らせる。そんな無理10年というかおるやろ。のにさっぱり出れない出ないの、舞台でしょ舞台にプライ、どんちょが上がってからが勝負だ。夢に待てて必ずチャンスは来る。芸人は板の上影詰まってるで。ハワイとか行けるの人にゲイ、それより作らな爆笑を取るゲイをすぐに。ゲイにはいたの上影詰まってるで。中太祭のやけど彼らもポッと出てテレビで人気出ただけじゃ、ゆうこちゃんとわかってるやろうな。芸人は板の上影詰まってるで。街中か板の上影詰まってるで。種浦正雄チャンネルを開設してからもう早1ヶ月2ヶ月に迫ろうとしています。登録者数はなんとですね、なんと100人、あらもうちょっと登録してください、よろしくお願いします。これで100人を超えたらですね、次はR1に出ます。